早速ケープペンギンのビーリングタイム始めていきたいと思います。さあ、餌のバケツを持った飼育員が箱を夜中に入ると、回っていたかのようにケープペンギンたちが飼育員の後を追っかけていきます。さあ、今回このビーリングタイムに登場しているケープペンギン、名前をケープペンギンと言います。皆様、ペンギンというと南極など寒いところに住んでいるお客様が多いかと思いますが、このペンギン、実は南極で南極で北海地方に住んでいるペンギンです。なので、このような日本の気候の気候の気候で生きていることができることなんです。ペンギンたち、世界に18種類いると言われていますが、なので、この0歳のケープペンギンたち、もうしばらくして1年が経つと、大人と同じ羽の模様へと変わっていってしまいますので、この姿を見られるのは今でしょうか。貴重な姿なんですね。なので皆様、ぜひこの黒っぽいケープペンギンを写真に収めてあげてください。さあ、今のペンギンが小屋の方へと飼育員の手で連れて行かれましたが、ここ名古屋港水族館では現在アジという魚、そしてイカナゴという細長い魚を飼っています。そして、そのイカナゴとアジをペンギンたちの好みに合わせて、それぞれ1羽ずつ飼育員が手渡しで与えていくんですね。そして、どのペンギンが食べたか、食べていないかをしっかりとボードを持った飼育員がボードにチェックしていきます。ということで、私たちが これには何を言うか、体型を見ていただくと少しズームとしていますよね。この体型、餌を食べ過ぎてしまったというわけではなく、実はこの体型は標準体型です。ペンギンたちは水中を泳いで魚などを捉えていますので、水中で栄光を受けにくいように、このようなラグビーボールのような形をしています。この体の形は栄光を受けにくく、水中をスイスイと泳ぐことができるというわけなんですね。さらにペンギンたち、水中で推進力を得るために翼がかなり硬い作りをしています。この硬い翼をボートのボールのように使うことで、水中で高いスピードで泳ぐことができるというわけなんですね。さあ、そんなケープペンギンたち、水泳の皆様はたくさんおられているんですが、このケープペンギンたち、約体重の7です。17じゃなくて3キロから4キロほどですので、だいたい300グラムから400グラムほどの餌を食べていきます。それを魚の引き数にするとだいたい10尾ほどですので、
この小さな体でペンギンたちかなり大丈夫な生き物だということがお分かりいただけるかと思います。さあそれではですね、そんなケープペンギンたちのリーディングタイムはこの辺りとしまして、それではゴマフアザラシのリーディングタイムへと移っていきたいと思います。ゴマフアザラシのリーディングタイム、皆様の後方にありますゴマちゃんデッキで行っていきますので、ぜひゴマフアザラシのリーディングタイムご覧になられるお客様、ゴマフアザラシ水槽前でご移動をお願いいたします。飼育員の準備と皆様のご移動が終わりましたら開始していきたいと思います。皆様ごゆっくりご移動をお願いいたします。それでは準備が整いましたので、早速ゴマフアザラシのフィーリングタイム始めていきたいと思います。皆様最後までごゆっくりお楽しみください。現在ここ名古屋港水族館では2頭のゴマフアザラシを飼育しています。それではその2頭のアザラシ、それぞれ名前がついておりますので、名前をご紹介していきたいと思います。さあまず最初にご紹介するのは、皆様から向かって左側のアザラシ、名前をナノハと言います。さあナノハ陸上に上がってきてくれました。さあそして前足を振って皆様にご挨拶してくれました。さあこちらのナノハ、現在10歳になったメスのアザラシです。さあそして続いてご紹介するのは水槽右側のアザラシ、名前をアラシと言います。アラシ、今背筋を見せてくれていますが、すごい勢いですね。さあこのアラシは現在9歳になったオスのアザラシです。今回はこちらのアラシと名前でリーディングタイムを行っていきたいと思います。さあまず最初はこのゴマフアザラシという生き物について簡単に説明していきたいと思います。このゴマフアザラシ、大人になると体長は150センチ前後、体重は100キロ近くになる大きな動物です。そしてこのゴマフアザラシという名前の由来なんですが、さあ今右側にいますアラシの体の模様をご注目ください。体全体にゴマを散りばめたような模様をしていますよね。このことからゴマフアザラシという名前がついています。そしてこのゴマ模様、右側の嵐、そして左側のナノハ、見比べてみていただいても分かるように一頭一頭すべて模様が違うんですね。なのでこの模様をぜひ嵐とナノハ見分けれるように覚えてみてください。嵐は体全体に細かいゴマ模様、ナノハは背中が黒っぽくなっているのが特徴です。ぜひ覚えてみてください。さあそしてですね、そんなアザラシたちの前足、後ろ足にもご注目ください。私たち人間とは少
少し違った形をしていることにお気づきになられるかと思います。アザラシたちの前足と後ろ足はヒレのような形をしています。このことからアザラシたちはヒレ足類という動物のグループに属しています。このヒレのような前足後ろ足を水中で使うことで自由自在に泳ぐことができるんですね。その代わり陸上ではあまり自然に動くことはできません。なので私たちあまり派手な種目はできませんが、少し可愛らしいポーズですからいくつか撮れますので、そのポーズいくつかご紹介していきたいと思います。さあ、それではまず最初に見せてもらうポーズは前足片方を使ったポーズです。さあ、それではいきますよ。せーの、困ったな。さあ、嵐が見せてくれましたが、片方の前足で困ったなのポーズです。さあ、顔隠して困っているように見えますかね。さあ、左側のナンハはプールの中からしっかりと見せてくれましたが、このように私たち前足とっても器用に使うことができるんですね。さあ、そしてですね、その前足両方で行うことでまた少し違ったポーズへと変わっていきます。それでは見せてもらいたいと思います。せーの、恥ずかしい。さあ、私たち恥ずかしいのポーズ見せてくれました。さあ、菜の葉もプールの中から恥ずかしそうですね。しっかりと顔を隠しています。さあ、そしてこのポーズなんですが、しっかりとトレーナーの手の合図を見ることによってポーズをとってくれていますが、このポーズアザラシたち最初から取れたわけではなく、日々のトレーニングの中で覚えていった種目です。そしてアザラシたち、このトレーニングの中でご褒美として飼育員から餌をもらっているんですが、どのような餌をもらっているのかご紹介していきたいと思います。アザラシたち、野生では魚の他にも甲殻類などいろいろな生き物を食べていると言われていますが、名古屋港水族館ではニシン、ホッケ、イカナゴといった3種類の魚を細かく切って与えています。さあ、今トレーナーが見せてくれていましたが、このように小さく切って与えているんですね。さあ、男子はプールの中から前足振っていますが、このように小さく切って餌を与えることでアザラシたちをたくさん褒めてあげることができるんですね。アザラシたち、ポーズが上手に取れた後はトレーナーからこの餌をたくさんもらってしっかりと覚えていくというわけなんです。さあ、そしてですね、アザラシたち、そんな口の中をご覧いただくとしっかりと牙が生えていることがご覧いただけるかと思いますが、この鋭い牙なんですが、アザラシたち餌を捕らえる時に使っているだけで、餌を噛み砕くということはしません。なので、この立派な牙は大きな餌を捕らえた時だけに使っているんですね。さあ、そしてですね、そんなアザラシたちの口の中には私たち人間と同じようにベロがあります。このベロを使って可愛らしい種目もできますので、この種目見せてもらいたいと思います。さあ、それではアザラシの口元ご注目ください。さあ、皆様見えましたでしょうか。アザラシの口元からピンク色の小さなベロがちょこんと出ていますね。トレーナーの声の合図をしっかりと聞いてベレーとベロを出してくれています。このようにアザラシたち耳もしっかりと聞こえているということなんですね。さあ、それではですね、アザラシたちにいくつかポーズを取ってもらいましたが、そろそろビーニングタイム終了のお時間が来てしまいましたので、最後はアザラシたちにお別れの挨拶をしてもらいたいと思います。さあ、それではアザラシのお背中を支えて、そしてナノハは前足をブルンブルンと振って皆様にさようならと挨拶をしてくれているようですね。それではこれでアザラシのビーニングタイムを終了とさせていただきたいと思います。皆様、最後までご覧いただき誠にありがとうございました。
は外の通路を歩きながら戻っていきますので、ペンギンたちの移動をご覧になられるお客様、外の通路を両サイドに分かれてお待ちください。そしてその際、ペンギンたちの小屋の前はペンギンの通路とさせていただきますので、一時的に封鎖させていただきます。ご協力を